朝10時半、寝まくった。今から朝食です。いつものところに。じゃあご飯おにぃにゃーよし。いつものところです。ここはいいんですよ。めっちゃ頼んじゃった。これと鮭。ああ、わかる。このタキシードをやっぱり探してんだけど、この街じゃやっぱないよね。店が数軒。やたらこれが高かった。高いのかな、これ。いや、50ぐらいだと思いきや、150?ボラれたかそんなもんか。ボリそうな感じじゃなかったもんね。これは10、こっちはタルチョっていうのかな、よくかかってるやつです。まあチベットのレベル座ったらそう当分来ないでしょうということで買いました。かっこいいんですけどね、2つ。一日中 YouTube と Amazon ビデオとかをダウンロードしまくってました。今実はもう、夕食食べたんですけど、ちょっとトイレに来た。お腹いっぱいで、やばい、ちょっと見えないですね。やばい、食べ過ぎた。快調です。体調は万全、食欲も旺盛、お腹も大丈夫、完璧です。明日から登頂に向けて登ります。また、はい、本番です。ここも看板破れてるっていうことで、ほらビール飲み放題。違うか。ここもホテルなんだ。洗濯機もあるしさ。お姉さんこっちの綺麗じゃないですか。買っちゃった。300、もしかしたら5000円ぐらいなのかな。めっちゃ高い。これ今300ですね。これが300ってことは、これ150は結構高い。可愛いんだよ。